はいこんに信屋本店のノブです今日のテーマはなんちゃってスキンフェード女子、えー、こういった内容でお届けしたいと思いますスキンフェードかつてここ最近ねスキンフェードの動画っていうのをいくつか上げてますがメンズのゴリゴリスキンフェード女性の襟足だけスキンフェードこれはね概要欄の方に貼っておきますが剃るということ要は髪剃りで地肌をもう剃っちゃう それと刈り上げという2つの要素をマッチさせたスキンフェードというテクニックを駆使して作ったスタイルですが今日はなぜなんちゃってなのかそれはね本当に襟足の裾の方だけ反るというテクニックでスキンフェードというスタイルを作っておりますこれはね襟足が下まで毛が生えちゃってる人なんかにはかなり有効ですのでぜひじっくりと施術シーンをご覧くださいでは行ってみよう では解説しますまずはこうして2ブロックのラインの下をハサミで刈り上げる。彼女はもうね2ブロック歴は随分長いね。で前回別の動画で、えっと、バリカンで刈り上げますよっていうね、えー、2ブロック女子、えー、利用士の本気の刈り上げっていう動画があるのでねそれ概要欄の方に貼っておくのでこの刈り上げのエリア あーのーカットはそちらの動画をじっくくり見てください、えー、今日はこんな風にハサミで、えー、刈り上げていくんだけどもサイドはねちょっと長さを残すことの方が多いかなサイドよりもネープの方をぐっと刈り込むうそういうケースが多いこれはなぜかというと髪の伸びるスピードを計算してのことなのね。髪のの毛っていうのは前よりも後ろ 上よりも下の方が伸びやすいつまりネープのエリアっていうのはものすごく伸びるのが早いわけねそれと彼女の場合はかなり下まで髪が生えているのと髪の密度がものすごく濃い、えー、毛量が多いってことねなので襟足の方をぐっと短く切っておいた方がスタイルの持ちは格段に良くなるっていうことそれを考えてサイドの長さはある程度残しつつの 襟足をかなり短く刈り込みます、えー、反対も同じようにねこれちょっとすっ飛ばしながらいきましょう同様に切ってます上からつながるフォルムから作っていくっていうのが結構俺のやり方なんだよねそして、えー、ハサミで切り終わったらバリカンでこれは4ミリスタートの 途中で 3mm に変えてっていう感じでだんだんミリ数を短くしていくとにかく上からつなげていくっていうのは毎回ね刈り上げの動画では説明させてもらってるんだけどそれは色彩ぼかしの色彩よりもフォルムを優先する考え方から生まれたカット気泡ね上から切るから刈り下げなんて勝手に呼んでたりするんだけど 4mm3mm2mm1.4mm 1.1mm0.8mm0.5mm そこまでのバリカンでぼかすんだけど範囲としては結構狭いい範囲ををミリ数を変えててもののすごくくくししつこくぼかしていくのねそのことでフォルムを優先しつつもやっぱり色彩も完全に捨てるわけにはいかないからなるべくなら綺麗にぼかしたいそういった気持ちで狭いエリア短い距離を ミリ数を変えて、えー、極力ぼかすようにそんな感じでやってますこれ0.8ミリねフェイスラインのこういったあ無駄毛も綺麗に処理して,いてあげるとすごくスッキリ感が出るし見た目綺麗、えー、に見える ここまでの面を直刃バサというテクニックで整えてます。これねバリカンがさっきとちょっと変わったと思うんだけど持ち替えてこのバリカンは、えー、マックス短いのが0.5ミリだからさっきのバリカンのマックス0.8ミリをさらにここで0.5ミリで、えー、極限までぼかす。左手でグッと頭皮を引き上げているのがわかると思うんだけどこのことによって髪があ立つ頭皮が引っ張られることによって髪が立って えー、切り逃しなく綺麗にぼかせますで、この後カラーリングをしてから上の部分を切ってます、えー、と裾の刈り上げをした後に、ね、これ一遍カラーリングしてそれからシャンプーの後に今オーバーセクションのベースカットをレザーでしています彼女はね、すごい直毛で、えー、なおかつ硬くて 多いだから動きがすごくくく出出ににいい柔らかさのの髪質なのねだから彼女みたいな髪をいくら2ブロックにしたからってブラントカットで切り揃えちゃうと仕上がりはすごく硬くて重い動きのないスタイルになっちゃうのでベースの時点でこうしてレザーカットである程度毛先をの柔らかさを出す毛先の重なりの厚みをコントロールしながらベースカットをしていきます。 もちろんこの後ドライしてさらにいろんな味付けをしていくんだけどねそれにはブラントで切ってからブラントで切り揃えるような切り口を作ってから他のあれこれをするとどうしても手間がかかるのでねそのラインをぼかし切るのに時間がかかりすぎるだから最初から柔らかさが出せるレザーでベースを作っていくそういったことを採用しています。 まず前髪内側からね今まではかなり激しいアシンメトリーだったので今回は少しアシンメトリー緩めようかなっていうネープの刈り込みいわゆるスキンフェードをメインのデザインにしようと思ってるのでこの部分は今までよりもアシンメトリーを若干弱めていくそんな気持ちで切ってます。とはいえね結構斜めなラインになってると思うんだけどそれが仕上がりを見てもらうと非常に自然に馴染んでてね 違和感はないそんな仕上がりになってるはずですでトップねトップもやっぱ重いとね彼女みたいなあ髪質素直な直毛っていうのはもろに頭の形が出ちゃうからそれはもうこのトップのレイヤーでフォルムをコントロールするでザクッとラフに乾かしたあとにまたさらにドライで味付けをしますまずフェイスラインからね で前髪の隙間を切り込んで切り離して、えー、独立させるそれによってバラバラ感が出ておでこの隙間が見えることによって髪がより柔らかく見えるこれは切り口がピシャッと揃っててね透け感がない前髪だとものすごいヘルメットかぶってるみたいなねそういう風になっちゃいやすいゲストですフェイスラインの髪も動きが出ないからねすごく溜まっちゃうのね 内側を切ってさらに切り込みを入れて、えー、耳周りの透け感を作る束感と透け感刃の入る方向もちょっとね注意してみてもらえるとここは、えー、と毛量を減らしてここはねやっぱフェイスラインとかに比べると毛量が多いからね内側の刈り上げと外側からかぶる髪の馴染みが悪くなりにくい。 なので、えー、チョップで厚みを取って、そしてこうしてスライドで味付けをする。後頭部の膨らみを作っています。で、トップの立ち上がり。毛先ではなくて、この中間にね細かい短い毛を作ることで立ち上がりを作っています。 さあここからいよいよよよスキンフェードねここ、えー、こうして泡をつけて髪剃りでそちょまではねごく普通に床屋さんだったら誰もがやるネックシェーブとか襟りりって言われてる短く刈り上げた人のこうしたヘムラインの線をきっちりと整えるっていうそういう工程ねこれを床屋さん用語ではネックシェーブ。 または襟反りそり襟付けなんて言ったりもするかなこんな風に、えー、と襟足のラインをきっちりと整えるただやっぱスキンフェード今回特にねなんちゃってスキンフェードなんて呼んでるのはこれをかなり下の方だけなんだけども線をきっちりつけるのではなくてね ぼかす、刈り上げの一部ソるということと刈り上げを融合させたスタイルのそういったエリアの構成のことをスキンフェードって言うんだけどの、うん、のこの低い位置だけをスキンフェードにするだからまあ勝手になんちゃってスキンフェードなんて言うんだけどこれは5枚刃のえ、彼女はねものすごい襟足が下まで生えてて、えー、毛が太くて硬いそして密度がものすごい濃い。 だからこうして五枚刃で逆反りまで逆反りっていうのは、えー、毛が生えてる向きと逆の方向から反るっていう意味ね逆反りまでをして、えー、その髪の存在感をなくして、えー、後頭部の上から下までの距離を短く見せるここまで生えてるよっていう意味ね本来だったらここまで生えてるだから当然頭のてっぺんから襟足のラストまでの距離が長いから頭は当然縦長に見えちゃうのね 今回のなんちゃってスキンフェードの目的っていうのはその裾のラインをグッと上に上がってるように見せることで頭がコロンとちっちゃく首は細く長く見せるその目的のためにこうして狭いエリアではあるんだけどもスキンフェードっていう手法をこのエリアに施しているとそういうことねこれはもう髪の毛で剃ったのをまたさらにハサミで一本一本ぼかすような 極力ラインがつかないようにこのラインが残るっていうのは伸びてきた時により顕著に出てきやすいところだからねなるべくこうきれいにぼかすようにゼロから始まったのが限りなくぼけてグラデーション状になっていくようにセンターは特に髪のたまりが真後ろから見た時に線が目につきやすいのできれいにぼかします。 こんな感じで、えー、なんちゃってスキンフェードの工程終了ですこの後仕上がりをじっくり見てください いかかがだったでしょうか今日のゲストの場合はねかなり襟足が下まで生えてて元々の髪が多くて太くて硬くてという髪なので襟足のエリアっていうのは特にそれが顕著になるよねだから一番短いバリカンよりも反っちゃうということからエアスタイルをスタートさせることによってまるで首がすごく長く頭がギュッとちっちゃく見えるそういった効果を狙っていましたそれプラス伸びてからのことを考えると下の方ほど短く ということが実現できればできるほどヘアスタイルの持ち自体も良くなります特に今みたいな暑い季節はね襟足がすっきりしていることでかなり涼しさを感じてもらえるんじゃないかなと思いますなるほどためになったと思っていただけたらチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いしますということでまた明日会いましょうバイバイ